ウェイシュレジアの地図の一部。ラテン語で、ロンジェトゥーデンズ・ニューマート・アプリモ・メリジアのパインス、フェアリーと書かれている。フェロシゴ船とは、カナリア諸島、エルイエル島を通る、シゴ船である。ヨーロッパの歴史上、このシゴ船は、本州シゴ線として扱われてきた。2世紀にはすでに、プトレマイオスが、当時知られていた世界の西の端を、ド度0度として、イ度が、 生の値のみの地図を作成していた。1634年、ルイ13世と最小リシュリューが統治するフランスは、フェロ島を通るフェロシゴ線を地図の基準シ後線とすることを決定した。これは、フェロ島が旧世界の西の端と考えられていたためである。アゾレス諸島は、フェロ島よりも西にあるが、アゾレス諸島をヨーロッパ人が発見したのは1427年の、 ことであり、旧世界の一部という認識はなかった。当時は、パリを通るパリシゴセンとの差が、ちょうど20度であると考えられていた。西洋の古い地図では、図幅の上に、パリ経度が、図幅の下に、フェロ経度が書かれていた。後に、フェロ島とパリとの経度差は正確には20度23分9秒で、あることが判明したが、それ以降も、フェロ経度は、 パリケードを20度西にずらしたものと定義された。エル・イエロットの生誕は、長い間、ヨーロッパ人が知っている世界の端と考えられていた。1890年頃、カール・テオドール・アルブレヒトによりヨーロッパの座標が調整されて、フェロシゴ線はグリニッチシゴ線基準で、成形17度39分46.02秒となった。しかし、オーストリア、ドイツ、 チェコスロバキアの測地網では1920年に成形17度40分0 0秒という値が採用された。これは実用性という理由もあったがベルリン・ラウエンベルクの三角点の座標を13.39秒計算間違いしていたことが判明したのが原因であった。ありがとうございます。